ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダーフトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。一度聞いた CD はちゃんと戻すってくらい当たり前の話だよね。つうわけで、この動画では日本国民の聖書、ハンターハンターはなぜ神漫画なのか、つう話をします。ざっくりと語彙数な部分を解説するのぜ。まあ、それは、ジパングの人々ってどういう人々って外人に聞いたら、ユニクロって人民服を着て、ハンターハンターを信仰して、感謝の聖剣月を100万回する民族でしょ？みんな音を置き去りにするのぜ。まあ、そんな感じで、めちゃんこ先進的な、ジパング国民が信仰しているバイブル、ハンターハンターはなぜ、控えめに言って神漫画なのか？について、解説します。まずはジパング国民じゃない潜りのために、ハンターハンターってどういう漫画なの？という説明をします。シナリオは、主要メンバーの、ゴン、キルア、クラピカ、ニコルの4人が、え？レオリオは？レオリオ？レオリオサンダルルオー。まあ、主に左3人が、ハリウッド映画で恋人とかと、別れたシーンに出てくるやつしなくてもいいのぜ。ハンター試験編、おまんじゅうはめちゃんこニコルが好きなのぜ。天下一武道会と念能力なる神的な設定をたしなむ天空闘技場編、ヤクザの構想を書いたクラピカが主人公のヨーク神編などの、いろいろなシナリオを、主人公を立ち代わりたしなむメディアミックスっぽい作品となります。この漫画は、ゴンが主人公ってわけじゃなくて、ゴンサンダルルオー。登場人物全員が主人公なのぜ。レオリオはハンターライセンスを取得後、医者になるっていう縛りがあるために、選挙編が始まるまで主要キャラになれないっていう、初期設定が足を引っ張る感じなので、全然出てきません。レオリオはユースケとクワバラを足したようないい性格しているのぜ。割ともったいないのぜ。ではここから、語彙数ポイントの解説に入ります。まずは、念能力を発明した、ハンターハンターといえば、これに始まりこれに終わるのぜ。念能力というのは何か？というと、雷魔法とかそんな感じで、各キャラクター一つの能力しか使えませんよって設定です。例えば、ゴムの能力者だったとしたら、雷無効、斬撃に大ダメージとかそんな感じなのぜ。まあ、能力者バトルもので、古参で有名なのは、第3部以降のジョジョの奇妙な冒険なんだけど、あの漫画は無敵のスタープラチナさんに対して、ハメ技を使って倒すとかそういうのをたしなむ漫画ではないわけ。どちらかというと能力者が何の能力で攻撃してきたのか、って部分をたしなむ漫画だし、そもそも能力に関して、そこまで作者がこだわって作っているわけじゃないのぜ。大人は嘘つきではないのです。間違いをするだけなのです。ちなみにだから面白くないとかそういうんじゃなくて、あの漫画も控えめに言って神漫画です。で、メタな話をすると、これって主人公がゴンじゃないって部分がガチでこの漫画の強みで、能力者バトル漫画を生み出した、偶然による必然なんだけど、この漫画って念能力の相性こそがほぼ全てで、雷能力のやつは、ほぼ絶対にゴムの能力に勝てないとかそんな設定なの。他の漫画だと主人公は固定だから、例えば、相性最悪な能力者が出てきたとしても、なんやかんやして、主人公が敵を倒さないとお話として成立しないのぜ。とりわけこの漫画の後は、ナロー系作品における、魔法ってのの概念はほぼ、念能力の主要と同じ感じで、ナロー系においては、魔法にありイコール念能力みたいになったくらいで、ガチでハンターハンターの生み出した念能力の概念は凄まじいの一言です。これは、作家がガチゲーマーの設定中だからなのぜ。この人、漫画描いていない時は FF14 の世界の住人なんじゃないか？あくまで噂なのぜ。ってのが流れるくらいのゲーマーらしくって、レベル E のカラーレンジャー編だったり、グリードアイランド編だったりとゲームの世界でキャラクターを動かすって部分、好みが漫画に反映されているくらいの設定中で、RPG ゲームとか遊んでて、ここをこうした方がいいとが多分 RPG ゲームをたしなみまくった創造性、ゲームから反映された設定など、念というものの特性がゲームから生み出されてくる感じがモルトベーネです。例えば、昔の RPG ゲームとかって、各ボスキャラクターにしっかり弱点が設定されていて、その弱点さえ知っていれば、低レベルでもハメ殺すことが可能なのぜ。そう考えると、念なる各キャラクター固有の能力を持ち、ハメ殺し前提のシナリオを考えるとか、ゲーム好きが行き着いた感じの発想だと考えられなくもないです。これが語彙数ポイント1なのぜ。次が語彙数ポイント2で、これはもう一重に、トガシほどちゃぶ台返しのお上手な作家はいない。シナリオが控えめに言って神ってる、ということにつきます。ここからネタバレになるけど、聖書の内容を知らないジパング人なんか存在しないって仮定で話します。例えば人類最強だと思われるネテロ会長と、キメラアントの王の最終決戦なんだけど、普通に人類最強が負けちゃって、どうすんべ？
ってなった後の、ちゃぶ台返しとかね。とにかく、前提条件を全部誤破産にして、全部なかったことにするっていうアイデアというか、シナリオの作りがお上手なの。ちゃぶ台返しって難しくて、例えば、長期連載しておいて、全部夢でした、とかそういうのって、一気にしらけるのぜ。そういうやり方ってのは、ダメなちゃぶ台返しなのぜ。そうじゃなくて、しっかり読者の予測の斜め上を行く、ちゃぶ台返しを提供できるかってのが語彙数ポイントで、ガチでガンガン自分で作った前提条件をなかったことにする手法がガチでお上手です。次が、この漫画はほぼ唯一パワーインフレの抑制に成功した、漫画って部分が語彙数なのぜ。これはもうドラゴンボール Z なんかが典型的なんですが、ドラゴンボール Z とかは真面目に強い敵キャラを出さなきゃって理由から、人類最悪の敵であるピッコロ大魔王なんかが、栽培マンになっちゃうって感じなわけ。これはな、誰でもみんな、そうなるんやって。んで、ハンターハンターも強さのインフレが進んで、キメラアント編がピークで、キメラアント編のキャラクターたちと比較すると、ウボウギンとかなんかがクソザコなめくじ化しちゃうわけ。ウボウギンは強化系と肉体をカンストまで育てたって設定のキャラクターなのぜ。んで、どうしたのか?というと、さらっと、キメラアント編を終わらせたら、元に戻したって感じなわけ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうのぜ。こんな感じで、細かく褒めてたらキリがないんですが、控えめに言ってシナリオが神漫画で、絵がおまけってくらいテキストヘビにもかかわらず、シナリオを知っているのにもかかわらず、一度読み始めたら、まあ究極の時間泥棒というか、連載が止まっているところまで読んじゃうくらい面白いです。控えめに言って神漫画なのぜ。で、語彙数ポイント3が、説教しないって部分で、この漫画のガチで凄まじく面白いポイントであって、ここがまあ、究極の語彙数ポイントなんだけど、ちなみに説教しない漫画が優れているとか売れるってわけじゃないのぜ。説教する漫画で有名な鬼滅の刃だったり、宮崎駿の作品とか、ガンガン説教する作品もたくさんあるのぜ。で、この説教するって何ぬねの?って部分なんだけど、例えば2020年で典型的なのは、せっかく異世界転生してチートもらって俺劣位してるのに、世の中は君のおもちゃ箱じゃないんだよ、早く現実に戻っておいで、とかそんな感じのイデオロギーが入ってくる作風ね。雑に解説すると思想の押し付けなのぜ。しかもその思想の押し付けが例えば、ゲイとかホモとかを差別するやつなんか人間じゃない、とかまあそんな感じの反論を一切許さない。反論してきたら、クズ認定して、一気にアンチから一方的にボコれるタイプのやつね。君たちはどう生きるか?ってのはそんな感じの作風してて見てて、早尾は言いたいことあったんだなって思ったのぜ。で、話をハンターハンターに戻すけど、この漫画って雑に説明するとクッソ激烈に面白い RPG ゲームを、その RPG ゲームがクッソ激烈にお上手なゲームプレイヤーが見せプするのを眺めるような作品だから、読者はかなりイデオロギーを感じないわけ。そもそもとして、この漫画に出てくるキャラクターってのは、ステレオタイプ的なイデオロギーを押し付けないのぜ。例えば、ゲームばかりしてないで勉強しなさい、とか、働きなさい、とかまあそんな感じの言われてネガティブな感情になるやつね。いろいろなイデオロギーは出てくるんだけど、普遍的なうざったいと思えるようなイデオロギーを言う奴らは一切出てこないわけ。例えばいい感じのラスボスにも、カマセイヌにもできそうなキャラの第四王子も、ゴリゴリの先民思想なんだけど、思想がピーキーすぎるから、キャラクターとしての魅力としか認識できないのぜ。あとは、こいつらはイデオロギーを押し付ける場合は、大抵肉体言語で決めようぜ。って感じで、やり方がフェアなんだよね。まあそんな感じで、この漫画というのは一切、最近の若者は、押しない。ずっと、メディアミックスを楽しませてくれる作品なわけ。これがまあ、普遍的に面白いし、これ以上の漫画はまず生まれないよねって感じの奇跡の作品。とりわけ、トガシは金の卵になってるってのも強みで、長期救済を許される。ジパングの国民ほぼ全てが聖書の完結を望むっていう全裸待機状態に入った部分も素敵ポイントで、これによって、王者決定編がクッソ面白い策略漫画になったのぜ。